今回はですね、最終にこの株価の変動を見ていただきます。で、まあこんな感じになってるんですけども、まあこれ見て、あれですね、まあ、いくらで買ったかっていうのがかなり重要になってきます。まあ、100ベルで買ってたらだいぶ儲けられてますし、まあ、300ベルとかで買ってたら、まあ、結構な確率で大損こいてると。まあ、そんな感じで、まずは株買うところから、で、その後、いくら稼げたか、今回お見せしたいと思います。それではどうぞ。はい、ということでじゃあ、はい。買っていきます、株を。日曜日になったんで。売り探しに行って、まずは売りを探しに行きます。あ、いいとこいるね。ということで、売り見つけたんで、ちょっといいねの数と高評価の数計算していきます。はい、集計終わりまして、いいねの数が17、高評価26、コメントが11ということで、まあ、合計で54ですね。まあ、朝の9時半現在 の、 あの数ですけど、まあ、合計54と。で、54×100 株なんで5400株。きついな。結構でかいな。5400株。ちょっと待ってくださいね。はい、5400株と、あとですね、96ベルってことで3000株買うんで、今回は8400株買います。で、8400株は、80万6400ベル。必要ということで、ちょっと今回はあれですね、お金をきっちり86万にすることによって、買い間違いがないようにします。ちなみにですね、今まで の、 損失を取り返すためには、今までの損失が、今回株を買った数も含めて164万1400ベルの損失が今出てるんですね。1週目の損失、2週目の損失、3週目に株買った買った株の損失、まあそこで160万ということで、これを、今回買った8400株で取り返すためには195ベルで売れれば取り返せるっていう計算になります。まあ、ですので、まあ不可能ではない数字かなと。まあ、結構他の村の人とかを見ると100ベル超えっていうのは全然あるんですよね。普通に100ベル超えというか200ベルとかで、高い時にはもう僕もこの動画を始める前600ベルとか言ってたんで、まあいけるはずなんですけど、なんか僕の村がバグってるっぽくて、なんか100ベルすら超えないんで、まあそういうのばっかなんですけど、まあ今回は、まあ今回だけで取り返すわけではないんですけど、まあ195ベル以上だったら全然取り返せる数値だよっていうことをお知らせします。取り返せる、まあ、取り返せる数値だなっていうふうに、まあ、取り返せる数値だなという感じです。じゃあ、それじゃあ今週も引き続きやっていきたいと思います。今ちょっと
すごい忘れてたんですけど、午後の株価を見るの忘れてて、高騰してたんで、今急いで売ってます。なんですけど、今9時の52分で、何やってんだお前。9時52分で、もう時間がないと。時間がないんで、今から急いで売りさばきます。マジでやらかした。ちゃんと見ときゃよかった。まあ、今日売れなかった分は次にかけてもいいんだけど、まあ、正直ここから、今までの島の、動き、株の動きとか見てる感じ、高騰するとは思えないんで、この村で。さっさと売っちゃいます。売れる限りは、全力で売ってきます。返せるのか忘れちゃったんですけども、だいぶこれ取り返したんじゃないかな。なわけねえか。どうでしょう。ちょっと後で計算しときます。ああ、よかったよかった。